綺麗だね。こんにちは、ゆわりです。今日は3月の何日だ、10日ぐらい、息子が、練習生をね、今休止して帰ってきました。なんか辞めるって言ったらしいんですけど、なんか芸能界が自分にはその芸能界で生きていくというビジョンが見えないということで帰ってきたんですけど、期待してくださっていた皆さん本当申し訳ないです。ただ本当本人その道で生きていくっていうビジョンが本当浮かばなかったっていうことなんで、北海道の大自然で釣りをして普通に仕事をして普通に結婚して、ずっと向こうで一人でいろいろ考えていたらしいんですけど、そういう将来しか浮かばなかったということなんで帰ってきました。でもね、僕もちょっと一緒に東京行ってきたんですけれども、しかも一泊してね、けどその宿泊費も会社で払ってくれたんですけど、息子の飛行機代も全部会社で出してくれました。ただ僕の飛行機代は出なかったんで、僕のポケットマネーから5万円という直前に取ると飛行機そんなに高いんで、その分が痛い出費でしたけど、でもまあ本人のね人生なんで、僕がとやかく言うことじゃないから、とにかくまあサポートするしかないかなっていう感じです。というわけで今日は久々に息子と釣りに来ました。まあ今年はまたたくさん釣りができるんじゃないかなと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。いや、まだ早いな。雨も釣れねえもん。来た来た。黒ニンフ。いや、何雨？雨っぽい。雨やっと。いいんじゃん、ほら諦めないでよかったでしょ。ナイス。いたね。綺麗だね。ありがとう。フライはね、フライはですね、これフライはこれ、こんなフライです。やったー。